みかこの番組は毎週火曜日に更新される YouTube 音声番組で今回は12月27日火曜日更新の第1087回の放送です。というわけで本日ですねおばちゃんの「ちょっとお話聞いてって!」のコーナー。<laughs> が最終回となります皆さん是非最後まで、えー、見守るいや聞き守っていただきたいなと思いますそれでは最後までよろしくパヨさあまずはクリックの練習からいってみましょう今回は今年の漢字一文字を言いながらクリックしてみましょうというタイムリーなネタ振りからのこんなメール えー、福井県シュレックからいただきました。ありがとう。見たスタッフの皆さん、パヨパヨ。2022年12月の年末ですね。毎年年末に今年の出来事を漢字一文字で表していますね。毎年12月12日の漢字の日に、え、漢字の日なんだ。京都の清水寺で発表されています。自分的には物価の上昇やプロ野球選手の村上選手の名前が流行語対象になった村上様など、漢字一文字では上。 あの上下の上ね上だと予想してみました「えー、パヨパヨ」の2022年の今年の漢字は「昼」<laughs> お昼の日テレの番組「昼なんです」でハッピーなんですの声を見たんがというビッグビジネスにと書いてきてくれましたってことで私の、えー、今年の漢字一文字は「昼」になりました <laughs> もうシュレックがつけてくれたからもうこれでいこうと思い <laughs>、はい、ちなみに、えー 今年の、えー、漢字一文字は私のじゃなくてね世間的にはあのー、戦って字だよね戦うっていう字に決まってねあのロシアとウクライナの戦争があったりとかそういうことを経ての戦という感じなんだろうなと思いましたけどなんかもうちょっとさるい感じに、ね、なるといいよねそんなまた来年を期待したいと思います。 さあ、うずらの早くもおせちの準備を始めたところで <laughs> 今年の漢字一文字どうぞぬる、クリッククリックぬるぬる、スプラトゥーンあ,あ、塗り絵のぬるという字 <laughs> それを選ぶ人多分全国にここだけじゃないそんなことないですよぬるの人います全国でやってるスプラトゥーンにハマってる人たちはみんな今日、今年の漢字一文字はぬるですよぬるなんだ、うん、そうかあれ、イカ イカって一文字字でで書ける書けけるないか私漢字で魚編の難しい漢字の中にはイカもあるんですか、ね。イカある。じゃあイカじゃないスプラトゥーン勢はきっとイカだよ。ぬるって。<laughs> 塗るぬ <laughs> る。だそうです。はい、さあそしてコーナーに行く前に忘れちゃいそうなんで先にお知らせしたいと思います。えー、次回の公開録音決まりましたのでご紹介しましょう。2月の4日土曜日。来年ってことなんだね。 2023年2月4日土曜日夜7時から東京の町屋のムーブホールいつものところで行います。ゲストはお久しぶりの加藤エミリちゃんです。ぜひ皆さん遊びにいらしてください。そして12月10日土曜日、種田り沙ちゃんゲストの回の公開録音有料アーカイブ配信を受付中です。音声のみなんですけど、えー、YouTube に載ってない部分で私たちおしゃべりしてる ゾウ、あのー、もねたくさんあってそれがまるっと聞けてしまう全部入りとなっていますぜひ、えー有料アーカイブ配信をご活用くださいませーんそんな登録の配信はですね、えー、来週になりますでそれが今年の「パヨパヨ」のラストなんですけど、えー、私たちスタジオ収録としては今日が2022年の最後ということになるんだね。そうなんだよ なんかめっちゃ難しいんだけど今日2本撮りで今日のさ12月20日のやつ撮るでしょで年明けのこっから1月10日分を撮るのよそう12月27日と、えー、年明け1月3日にタネちゃんとの交録をオンエアしますでそれを挟んで1月10日分をこの後もう一本撮るんだけどめちゃくちゃ混乱しそうになるんですはいで でも今日良いお年を言うには早すぎるってことなのよ。そうなぜなら来週公録で良いいいいお年を言わななきゃいけないからという、はい、今回はお正月に配信があると。そうなんだ。うんうん1月3日にオンエアされるパヨパヨっていうのもなかなか珍しいのでぜひちょっとあのテレビに飽きたなとかおせちに飽きたなというタイミングで1月3日に。<laughs> じゃないよウズラ。<laughs> 何その笑い方もびっくりしたよ。平安時代にもう殴り込んじゃったかと思っちゃった。<あ> <laughs> おせちってさっき私もなんかありましたけど、うん、準備を。おせちって食べます？食べます。食べなくても生きていけるけど、はい、まあ食べるかな。うちはもう年々もうほぼほぼおせちじゃないだろうぐらい。 シンプルになってきた。あ、おせちね。うん、おせち食べますよ。あ、そうな、ね、私何か勘違いして、今、お雑煮のことを想像しながらおせちって言ってたんだけど、うん、<laughs> 嘘嘘嘘。ここも2年ぐらい私は気合入れてじゃあ作るんですねそう。気合入れて。気 <laughs> 合入れてって何を言うつら。<laughs> 気合ね。気合入れて、私、ここ2年ぐらいおせちがん、作ってんの。がん作ってんの。な <laughs> んなのがん作って。<laughs> 頑張って作ってんの。だから、あのー、今年も。 今年てか、だから来年はい。もう年明けすぐ、おせちの準備を始めますよ。もうね、なんなら栗きんとんの材料とかを、早くない,い、ね、もう、もうちゃんとあの、確保してたりとか。だってまだクリスマス前ですよね。そう、あの、我々そう、みんなびっくりでしょ今収録日がだってまださ、12月15日だよクリスマス飛び越えて、クリスマス正月の仕込みをスス。そうなの、すごくないそれぐらい気合い入れてやってんのよ。 そうだからまたあのインスタにも写真載せたいし <laughs> そういやなんかもうほんと毎日料理をするんだけどもう写真撮ってもあげるような余裕と時間がなんかだんだんなくなってきてしまってそうでもねせっかく気合い入れて作ったおせちは、まあ、1年に1度ですしはい載せたいなと思ってるので年明けねぜひみたのインスタグラムをチェックしていただければなと思います。さあどこまで行った まだコーナー入ってません行きましょう早速こちらのコーナーからパヨリパヨ今日の三本柱みったん少数生で連日連夜忘年会を企画うずらん大規模オンライン忘年会を企画阿部さんあれパヨパヨって続いているのちょっと待ってちょっと,っょっと <laughs> えこれ誰の誰の台本あ子供が書いた台本ありそう 連絡しなくなっちゃってんの。もうこだまんが阿部さんに台本書いてって言ってないの？そのうち就寝名誉構成作家になるよね。そんなくらいはありません <laughs>。そうなん、肩書きはあるっていう <laughs> ねえ。えちょっととんとこぶさんになってるんですけど、阿部さん元気でしょうか？さあ、えー、メールね。まあ、今年最後のスタジオということでたくさん来てるのでご紹介したいんだけど、行けるかな？へ、えー とまずこちら大阪府のモンテスキューからいただきましたありがとうみーたんぱいぱい、えー、先日1082回でマッチングアプリ談義を投稿したモンテスキューですいやあやあモンテスキュー先日は私の唐突な同性ブルーのメールを読んでくださりありがとうございました <laughs> まずは私の近況から1082回時点では家探しの段階でしたがとりあえず 12月初旬に同棲を開始することとなりました。まだまだ始まりだと自分に何度か言い聞かせてはいるのですが、長らく一人暮らしをしてきて、誰かと一緒に住むというのは結構ドギマギしています。お風呂のタイミングやら。 掃除や洗い物の追求など、<laughs> 追求って言い方よくないの <laughs> 12月中に私の実家へ訪問というイベントもありますので、その様子はまたお知らせします。最近では YouTube やインスタなどでもマッチングアプリや g んマチコンの婚活状況をリアルにお話しするアカウントが人気を集めており、1082回のお話にもありましたが、密端大名人に会話のイロハを習いたいパヨッコも多いのではないでしょうか <laughs>。<laughs> <laughs> いやそう言ってくれたら嬉しいんですけど私がねあの息巻いてね「いやちょっとマッチングアプリで出会ったカップルに物申したいと」とそうマッチングアプリで初対面の場合は通常の100倍ぐらい優しく接してあげてほしいそれは男女共にだよみたいなねことを熱く語ってしまったんだけどそっか今はじゃあちょっと戸惑いつつも同性が始まっていて。 で、まあ、中旬に実家に訪問って書いてあるからもう行ったんじゃない下手したらね。うーんそっかちょっと続報期待しています。うーん。いやーでもさまあなんていうの赤の他人とさ一緒に住むってさ簡単じゃないよそれは。あのー 喧嘩しないなんて絶対ないし、揉めないなんて絶対ないと思うし、もし揉めないカップルがいるのだとしたら、どちらかが我慢していることも多いだろうし、まあそれかも本当の菩薩か、<laughs> 仏か神か、<laughs> っていう、まあ人ももしかしたら、あと、まああんまり人に興味がないまま同棲をしているという、こうあんまりこう我れ関せず、お互いにそういう距離感でっていう、 カップルももしかしたらいるかもしれないし、まあとはいえ、やっぱね、本当あの、ゴミ出しのこと一つ取ったりとかしても、いや、揉めますよ。揉めないわけないし、でもその都度、よかったらモンテスキュー、あの、相談して、私もあの、もうあの、結婚して何年か経ってますし、しっかり答えられる自信はありますよ。はい。でも揉めるから。<laughs> 何度も言うけどでそれをあのどちらかが歩み寄るかどちらかが調教していくかしかないと思います。はい さあ、じゃあ続いていきましょう。こちら、えー。千葉県のコレステロールどうもありがとう。ミタスタッフの皆さん、ぱよっぱよ。世間ワールドカップで大変盛り上がっておりますが、えー、野球好きとしては来年の WBC が今から楽しみすぎてワクワク。なんといっても、大谷翔平選手やダルビッシュ優投手、そして、町屋の申し子、鈴木誠也選手など、MLB 組が続々参加を表明してくれていることに、栗山監督ありがとうございます。と感、感謝感激雨嵐なわけです。ってことで、思い立って、大谷くんの母校である岩手の花巻東高校に、 感謝の聖地巡礼に行ってまいりました。雪降っててめっちゃ寒かったです。<laughs> 世界一奪還目指して頑張りましょう。<laughs> ええー、サッカーに負けないくらい盛り上がるといいですねといただきました。これ、あのコレステロールちゃんから、登録の時にあの差し入れいただいてて、そこにお手紙ついてて、あの花巻東高校にあの聖地巡礼行ってきました。楽しかったですみたいな。<laughs> え、どな、どないやねんと思って、どう、どうしたのと思ったんだけど、そういうことだったんだね。何の聖地巡礼だったんだろうなと思って、急に大谷くん、はてなと思ってたんだけど、そっかそっか。そのね、WBC が、ちょっと、ものすごい盛り上がりを見せそうな勢いじゃないね、ワールドカップも、この度ね、本当に、国、国を挙げてね、うおーってなってて、まあ私はね、ほとんど寝てましたけど、 楽しみではあります。ただその WBC のチケットを、私このメールを見てから、あ、そういえばと思って見に行ったらもちろんもう売り切れてて、で、今日あのちょっとイレギュラーでスッチーがね、今そこで卓に座ってるんだけど、スッチーとさっきね、野球談義して、で、ね、も、WBC どころじゃないと。本当にあの、近藤健介の件どうしましょうみたいな。<laughs> 超切実なね。いや、確かにと。そうだよね。いや、我々さ、北海道日本ハム配達的には、配達ファン的には、 もうなんか WBC で盛り上がってお祭りだって言ってる場合じゃねえっていうか、本当に、こんちゃんどうしようっていう、いや、どうしようもないんだけど、ねえ。で、さっきすごい切なかったのがさ、スッチの息子くんがさ、つい最近だよね、あれ長さだったっけ10 ?11 月頭ぐらいだったっけ ?11 月頭にスッチと一緒にね、野球見に行ったんだよね。で、それが、あのー、 えっと、それこそ WBC の練習試合、強化試合で、で、あの、杉谷健士、ラストの日だったんだよね。で、スッチーと、あの、息子くんと、で、私も一緒に行って、で、パヨくんもいて、4人で、東京ドーム行った時に、初めてコンちゃんのユニフォームを、息子くんがスッチーに買ってもらったんだよね。で、それが誕生日プレゼントだったんだよね。11月頭だよ。今12月だよ。1ヶ月も、経たないうちにもうコンちゃん、あれ いないあれってなって、すっかり息子くんが心を閉ざしてしまい、もうなんかファイターズファンやめようかと言っているぐらい、な傷を負ってるって聞いたらなんかもう悲しくなってきて、ちょっともう怒りも込み上げて、く <laughs> れないでほしい。確かにね。<laughs> いや野球でグれるって、まあそれはそれでなんか、<laughs> <laughs> なんか青春でいいなとも思うけど、いやー、ね、私きっかけでさ、ファイターズファンになってくれた息子くんがさ、まさかの、こんちゃんの湯に買って、 簡単直後にこんちゃんいなくなるっていうね。いや、大丈夫だよ。なんかもう本当申し訳ない気持ちになったね。私何もしてないし何もできないんだけど、ということがありました。そして、あの、野球といえばですね、私、お知らせしたいことがあります。えー、Amazon プライムビデオで、えー、現在放送中っていう言い方でいいのかなの、えー、プリティリーグ。 という、あ、配信中って言えばいいのか。そうかそうか。プリティリーグという作品で、えー、主役のカーソン小役を吹き替えさせていただきました。よかったらぜひチェックしてください。えー、1992年に一度プリティリーグというタイトル、映画になってて、あの、有名作品なので知ってる方も多いと思うんですけど、ちょっと一旦それ忘れてもらって、あの、プリティリーグ、あの、今回、 見始めてもらった方が、あの、びっくりしなくて済むかなっていうか、あの、違うものだと思って見てもらうのがいいかな。基本的に、その、戦時中の全米女子野球のお話ということは多分変わりないと思うんですけど、そう、あの、スカートでね、あの、野球プレイする女子たちが、あの、奮闘する群像劇なんですけど、そう、んと、まあ、結構ね、あの、まあ、プライムビデオっていうこともあるのか、 その性差別とかその人種差別とかももう果敢にあのしっかりドラマにしていてなんかすごくあのいい意味で生々しく描いているのでもしかしたらこういう一面もあったのではないかなと想像できるような結構ねあのそうね私がカーソン・ショーという役をやらせてもらったんだけどえー 相方って言い方でいいのかなグレタという役で、水木奈々ちゃんと合唱してたんだけど、結構奈、ね、々ちゃんとのキスシーンとかが、もう何度も <laughs>、言い方変だけど、本当に奈々ちゃんとのキスシーン、何度やったかわかんないっていうぐらい出てきますし、なんかそういう意味で、こう、ちょっとこう、なんだんな、ゆりっぽさもありつつ、でもやっぱ野球をできるという喜びみたいなものは、あの、しっかり描いてて、で、私も野球好きなので、 すごいね楽しかった収録が本当にもうね夏前の話なんですよ。で、よくよく見てみたらそのプライムビデオどうやらもう8月ぐらいから始まってたみたいなんですけど私のところに情報が降りてこずで、え知らんかったってこの12月に初めて知って奈々ちゃんにすぐ LINE して「奈々ちゃん知ってた?」って言ったら私も2、3話後ぐらいに知ったみたいな。誰もなんかちゃんと情報を握ってなくてで、私も告知が今になってしまったんですけど もうあの、今のところ全部揃ってるのかなで、シーズン2とかもしかしたらあるのかなちょっとわかんないんだけど、とにかく若干刺激的にはなるかもしれませんが、野球をする女子たちの奮闘が見られるドラマになってるので、よかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。あと、パオパオ的にはですね、あの、パオパオ以外の YouTube チャンネル個人的ベスト3というのを募集してます。あの、 お気に入りの youtube ってことだよね？で、まあなんつかメールいただいてるんですけど、あのー、来年にかけてあのどんどん募集して、またどこかタイミングでね。チェックしたいと思います。そうね、ぱよぱよ以外のベスト3を書いてもらいましょうよね。うん、はい、お願いします。さあというわけでもう時間だよね。絶対ね。<laughs> 以上、パリパリのコーナーでした。この後、おばちゃんのコーナー最終回です。おばちゃん、よろしく。 みかこはパヨパヨみなさんおはようございますおばちゃんことうつぎあやのです今日は最終回ですそれではタイトルコールおばちゃんのちょっとお話聞いててー、えー、<laughs> はい最終回です約8ヶ月間 私のこのおばちゃんとおばちゃんのちょっとお話聞いてってのコーナーを聞いていただいた方、誠にありがとうございました。メールをいただいているので、早速読ませていただきます。ありがとうございます。おばちゃん、あパヨネーム。<laughs> 最後なのにすごく動揺しています。今日は話したいことがいっぱいあるから <laughs>、えー。パヨネーム、シュレックさんからいただきました。おばちゃん、パヨパヨ、パヨパヨ。パヨパヨおばちゃんの ちょっと話聞いてってのコーナーラストめっちゃ悲しいですたくさんのメール読んでくれてありがとうメールを通しておばちゃんと会話してるみたいで楽しかったですコキアさんの楽曲にハマっていますこれからもいろいろなところでご活躍することを願っていますありがとうございますえなんと私が紹介したコキアさんの曲を 聞いていただいているということで <laughs>、自分の曲みたいに出てしまった <laughs>。ありがとうございます。うわ、嬉しい。本当にこの、なんか私がこの発信してお伝えしたことを、こうやってお便りとかで反応していただいて、なんかまるでお手紙交換をしているようで、私もすごく楽しかったです。メール送ってくださりありがとうございます。あと、講演の受付、受け付、<laughs> 受付って言っちゃった <laughs>。 受付とかでも私はあのー、参加させていただいてたんですけどそこでも声かけてくださったり「あ聞いてるよ」って言ってくださったり本当に温かかいい皆さんの言葉嬉しかったですすありがとうございますこのラジオコーナーをやらせていただく前に「その青春高校3年 C 組」という番組に私は出演させていただいてそこで美香子さんともお会いしたんですけどもその番組に出てた時になんか配信とかも番組の。 配信とかもしてたんですけどそこでいろんな人とつながったりなんか楽し自分が話したものとかで楽しんでもらうことが結構好きになってて卒業卒業後っていうか番組が終わった後もそういう活動も自分もしてみたいなと思ってたんですけどもその卒業後は今、えー、と放送作家をやってまして裏方側についてしまってなかなかまた表に出て自分のことを発信したりなんかそういう自信もなくなってきてしまってて。 まあやってみたいけどどうしようかなと思ってた時になんと美香子さんがこうして「坊ちゃんはやっぱり自分自身で動いて人を楽しませるのが向いてると思うよ」とすごいあの嬉しい言葉を言っていただきましてでラジオのコーナーを持たせていただいたんですよ。で 見てみたらやっぱり私何度しゃべるのがやっぱり下手くそでして聞き苦しいところもたくさんあったと思うんですけど毎回ねぐぬぬとなってしまってで収録中にこうやって今みたいに反省をし始めて美香子さんにもうやるんだったら収録中に反省しないでもっと楽しみなっていうアドバイスをいただいたりしてどん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 進めてったんですけどもやっぱこういう機会を改めていただけてあの発信したりやっぱお話ししたりするのが自分好きなんだなと 改めて思いましたそして話すのが苦手だからという理由で自分の興味あるものをなしにするのももったいないことだなと思いました。あもう一つここでメールをいただいているのでちょっとメールをまた呼ばせていただきたいと思います。えパヨネームパヨパヨニアさんからいただきました。おばちゃんパヨ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 約8か月間という短い間でしたか。 若い新しい風をい入れていただきありがとうございましたいえいえおい <laughs> しくてセキララなおばちゃんのトークとても微笑ましく聞かせていただきました <laughs> そしてリスナーを楽しませようとするスピリットも感じましたおし現在はテレビ番組の放送作家として活躍されてますが今後はタレあテレビタレントやラジオパーソナリティなどのお仕事はされるのでしょうか個人的にはおばちゃんは ミッタンと同じくご自身で切り開いていく力や運を持っている人だと思ってます今後の活躍を期待しています応援していますよということでありがとうございます嬉しいうわぁ嬉しい <laughs> こう美加子さんにさっきね言われた時もなんか嬉しかったけど自分はこの発信自分自身ではあんまり喋るのとか 不得意だし向いてないかなとか思ったりするんですけどこうやっておちゃんは楽しませるのやっぱ好きだし私がそういうの好きだって言ったら向いてる向いてるっていうかいいと思うよって背中をグッと押してくださるこのメールもいただいたいたただきましたしこういう言葉をかけてくださるのはすごく嬉しいです、えー、この今後ですねちょっと自分でこの、ま、やり方はまた探り探りなんですけど でもなんかこのせっかくこうやってお話しさせていただいたりこの楽しさを改めて気づいたしなんかやりたいなと改めて思ったから今後なんかどうやって配信していくかはまだ全くの未定でどうするかもまだ決まってないんですけどもなんか YouTube とかなんかでも今 Spotify でラジオをその配信できるのがあるらしくてそういうのを使って自分自身でも ラジオななんかや,やれたらいいなと考えております。ちょっとどうやるかまだわかんないけど <laughs> でもこの発信するのも楽しいし今、まあ、ツイッターとかも今まではそんなにあの更新あまりしてなかったんですけどツイッターもまた使おうってなって今絵とかをアップしたり <laughs> 発信する楽しさをまた知ったのでいろいろとあのー ラジオこのラジオが終わってしまっても私のツイッターなどでいっぱいあの絡んで <laughs> おしゃべりしていただけたら嬉しいなと思います。はあ、もう <laughs> このちょっと決まってないのは申し訳ないんですけど <laughs> で私ツイッターやってるのでフォローしていただいてまたぜひこの先も私のお話をたまにちょっとだけいやちょっとと言わずたくさん聞いていただけたら嬉しいです。 よろしくお願いします。本当に、あの、たくさんのメールいただいたり、支えていただき、ありがとうございました。 ちょっと待って、終わっちゃうな。<laughs> 10分もらったのに、なんか話とか、今すごい伸ばしてるの分かりました <laughs> バレた、バレたかなすごい今最後どうしようかなみたいな。<laughs> 食がなんと余りましてですね、私いっぱいあのメモ帳にすごいしゃすごい書いてきて、いっぱい喋ることあるから早口で喋んなきゃと思ったら、いろんなとこ走りすぎちゃって、なんとすごい4分ぐらい泣きまして。<laughs> 最後なのにな、決まんない、<laughs> 決まんないな。 たくさん話すし、<laughs> メールもあるし、どうしようって言ってたよね。そうなんですよ。本当 <laughs> いっぱいメモしてあるんですよ。喋っ,ってみたいことを。<laughs> それでも巻くんだ。<laughs> 途中途中、端折ってたから、ぎこちない。<laughs> 読んでたみたいになっちゃったし。<laughs> もうやばい。気合入れて、裏目に出たな。<laughs> もうすごい、最終回だから、いっぱい楽しみたいけど、反省またしないように頑張ろうと思ったけど、こういうことになるから。<laughs> よくないですね。まあでもちょっとまいちゃったんですけど <laughs> いっぱい喋れたからもう大丈夫です美香子さんまたあのゲストを呼んでください <laughs>。当にあに聞いていただきありがとうございました。えっ、ー、とあの戻りますね。どこだっけなあここで <laughs> はい皆さん今まで本当にありがとうございます。もしかしたらお また復活することもあるかもしれませんのでと、今、台本に書いてあります <laughs>。私からじゃないです。これ、ど、どうなのかな <laughs> はい、その時はまたよろしくお願いします。では、宇津木綾乃こと、あ、逆か、おばちゃんこと、<laughs> おばちゃんこと宇津木綾乃でした。ありがとうございました。またね。バイバイ パヨパヨさあ、というわけで、おばちゃん、お疲れ様でした。<laughs> ありがとうございました。え<入>えー、やばい。お花を、<ー>どうぞ。ありがとうございます。お花いただいちゃいました。<laughs> <laughs> 8ヶ月ぐらいになるのかな ?8 ヶ月。ね、こんな やってみて。あっという間でしたね。なんか、でも、その、収録自体が結構1ヶ月空いて、1ヶ月ちょっと空いてみたいな感じで、月1ぐらいの,あの収録だったので、なんか毎回リセットになっちゃうっていうか。リセットなんなし。毎回、あれあ新しい気持ちで。<laughs> いや、よく言ってるけど、新鮮な気持ちでね、いつも初心忘れずに、みたいな。でもこうやって、あの、ちょっと伝えない話をちゃんと聞いて、それに、 あの、メールで返してくださるのが、あるんだと思ってうん、うん。<laughs> あるよあるん <laughs> いや、私のコーナーにメール来ないだろうなってずっと初めは思ってたんですけいや、でもすごい、パイパイリスナーのみんなが、あの、楽しみにしてくれているのが、その YouTube のコメント欄とか見てても思っ分かってたから、そう、よかったなと。本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。そう、おばちゃんもね、今後、ま、どう、あの、していくのかとかね。おばちゃんもほら、自分の SNS とか持ってるじゃん<は>いそう、だから、あの、気になる方追いかけてほしいなとも思うし、うん。 あと、あれだよね。でも、登録とかに来たらもしかしたらおばちゃんに会えるかもしれないでね。そうですね。受付をお手伝いさせていただいております。なので、そこで会えることもあるだろうし、またね、あの、時間ができたら、パイパイにも遊びに来てもらって。はい。ねやったはい。またおしゃべりしましょう。お願いします。はい。というわけで、おばちゃん、じゃあ最後に皆さんに一言。はい。どうぞ。本当にありがとうございました。また、私のお話を、ちょっと、聞いてってください。 イェーイ <laughs> またどこかで <laughs> <laughs> はーいありがとうございましたじゃあですね、えー、このままインディングいきたいと思いますよおばちゃんもお付き合いくださいねおはい。さあそれではずらの中に貼る回路をつけてしまいのぼせてぼーっとしているずらからお知らせです <laughs> どんなシチュエーションなんだこれね頭の中ぼーっとしちゃうのあったかってなるのかなお知らせいきまーすパイパイを流行語大賞の投票の受付をしていますははい。はい。聞くだけリスナーの方もうん 年一で投稿できるチャンスですので是非お気軽に。うんうん あの投票していただきたいと思います。確かに。おばちゃんも投票してよ。確かに。私も投票しようん、うん。おばちゃんっていうワード A の投票もちらほらと来ますので。今年のね顔ですからやっぱりあの嬉しい。そうなんです。めざせ一位。うんな、うん、ってこ。<laughs> うんうん、じゃ私がおばちゃんってあの後で打ち込んできます。<laughs> <laughs> 一票 <laughs>。はい。で全員プレゼント壁紙データもありますのでうん、うん、ぜひぜひ年末年始に。 年明けまで受付をしてますので、な、うん何だったら聞き直していただいて、振り返って投票していただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。締め切りは何日ですか 1>,？1月6日までです。1月6日だって。いはい、よろしくお願いします。ますそれと年末のコミケにサークル参加します。はい、12月30日東地区里46の B サークル名パイパイです。はい、56本の新刊11を持っていきますので。うん 特典にフォトカードあります五六、うん、本は通販も受付してますがコミケ参加される方は私とスッチが見せ番してますのでうん、うん、ぜひ遊びに来てくださいね、あのスッチの愚痴も聞いてくださいよこん <laughs> 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 ちゃんがこんちゃんだっていうスッチの愚痴を聞きに <laughs>、はい ぜひコミケ参加される方は遊びに来てください。そうだ,だしほらほら、録本十一巻、<あ>今回新刊の表紙は。私です。そうなんですよ。これはもう。<laughs> 嬉しい。ね、もう今年の顔っていう感じになってるでしょ。はい、ぜひ見つけてください、みったが書いたおばちゃんが可愛いので。<laughs> はい、ぜひチェックしてください。購録、はい、本の詳細は。 概要欄を見てくださいリンクがありますのでそこからチェックできます、はい、お願いしますはいさあそろそろお別れの時間です番組ではぱり大募集中メールの手先は概要欄で確認してください番組がそれなりに面白かったと思ったら高評価とチャンネル登録チャンネル登録よろしく、えー、次回の番組更新予定は12月27日火曜日ですえー、種田梨沙ちゃんゲストの公開録音の模様をお送りしますそして私事ですが本日えー このですね12月20日の夜9時から生放送「高橋みかこの声優が鉄道好きでもいいですか?」が最終回となるのでそちらもぜひチェックしてくださいそれではおばちゃんも行くよ、はい、みんなで行きましょう最後にせーのバイバイオ